米末製材、注文製材、人引製材、木材加工、木質ペレット製造販売、木材販売の福島商店です。おはようございます。5月5日子どもの日、私今事務所に、向かっています。お休みですけども、ちょっと忘れ物がありまして、事務所に向かっている途中になります。本来はゴールデンウィークは家族や友達と一緒に山や海やバーベキューをしたりというふうに、前半戦の休養も兼ねたお楽しみのお休みでありますけども、今年はコロナのためにそういうことができません。一日も早いコロナ感染撲滅のために、みんなで少しずつ我慢して頑張っていきましょう。米末製材のこと、注文製材、人引製材、木材加工、木質ペレットのこと、または木材に関すること、何かございましたら福島商店までお問い合わせください。お休みの間もメール、LINE でのお問い合わせは可能となっております。よろしくお願いいたします。